皆様、こんにちは。本日は、日本 ASEAN アセ,アンセンター主催のウェビナー、若年層が考える旅行先としての ASEAN アアとサスティナブル観光、調査結果、旅行好きの日本人 Z 世代とミレニアムの本音にご参加いただき、誠にありがとうございます。私は司会を務めます、日本 ASEAN アセ,アンセンターの神田です。どうぞよろしくお願いします。日本 ASEAN アセ,アンセンターは、 1981年設立の国際機関で ASEAN 東南アジア諸国連合に加盟する10カ国と日本が加盟しています。日本と ASEAN 間の貿易、投資、観光と人物交流を促進するために様々な事業を実施しています。特に今年は日本 ASEAN 友好協力50周年です。本日のウェビナーも50周年記念事業の一環として実施します。昨今、 サステナブル持続可能 SDGs という言葉を耳にすることが大変多くなりました持続可能な観光は今後旅行業界にとってもより大切なポイントになるかと思いますこれからご紹介する調査の結果が商品開発などの参考になれば幸いです本日のプログラムですがまずは調査のアドバイザーインディゴ LLC の 深川直弘様に調査結果の報告をしていただきます。その後、第2部では、マレーシア、フィリピン、タイの政府観光局の方を交え、調査結果に関するコメントをいただきながら、各国の持続可能な取り組みについてお話しいただきます。また、事前にいただいた質問にも座談会で回答いただきます。数点ご案内を申し上げます。本日のプレゼンテーションで使用するスライドの配布がございませんが、 ウェビナーのベースとなる調査結果報告書のダイジェスト版を日本アセアンセンターのウェブサイトで公開しております後ほどチャットでリンクをお送りしますウェビナー中、質問のある方は Q&A からお送りくださいただし、事前にいただいた質問の回答を優先するため時間がない場合は割愛させていただきますどうぞご了承くださいまた、質問は今回のウェビナーの内容に関するものをお願いします そしてウェビナー終了後には、ぜひアンケートへの回答をお願いします。それでは早速、深川さんに登壇いただきます。深川さん、よろしくお願いします。はい、神田さんありがとうございます。えっ、ー、とそれではスクリーンを共有させていただきますので、少々お待ちくださいませ。えー、今回の調査につきましては、日本アセアンセンターがあーコロナ禍を終えてですね、 えー、いよいよ海外旅行も本格的に動き出していくということを想定し、若者層の旅行規模、そしてまあソーシャルメディアを中心とした形で、どのようなプロモーション等を進めていったらよいかといったようなことを中心に調査をさせていただきました。 その調査結果につきまして、私からですね、このダイジェスト版を使って簡単に説明をさせていただきます。皆さん、お手元に今、チャットボタンにダウンロードリンク入っております、アセアンセンターのウェブページからこちらのダイジェスト版、ダウンロードいただけましたら、資料はお手元に入っていきますので、よろしくお願いいたします。調査の目的概要、質問内容、そして調査結果と進んでいきます。この調査はアンケートを行っております。 楽天インサイトに登録している15歳から30 40 35歳までの男女アンケートモニターに関しまして、国内、海外を問わず旅行が好き、または興味があるという設問でスクリーンをし必要、非常に当てはまる、そしてママ当てはまるという回答をいただいた1000人。 に対しまして48項目のアンケートを実施しております実施時期は昨年の12月半ば4日間というふうになっておりますただこのアンケートのサンプルなんですけれども年代等に関しましてすべて均等な割合を取ったものではございません今回の調査に関しましてはいわゆるトレンドの把握という形で考えていただければと思います その前に少し日本の海外旅行について皆さんご存知の通りですが、1964年に自由化されまして、来年で60年となります。その間にこのような形で海外旅行が伸びてまいりました。2019年、コロナの前には2000万人を達成していっている市場になっております。しかしながら先日も出てましたが、この市場の中で今実際日本の海外旅行が伸びているのか。 どうかただし日本のパスポートというのは最強ということで193都市に277都市の中でビザなし渡航が可能というア,イアタのデータが5年連続で出ております。こちらは JATA さんの資料から拝借しておりますけれども上段を見てください上段は1964年から2021年までの海外旅行者数がグラフになっております。 海外旅行自由化から第一次海外旅行ブームやオイルショック、それから10ミリオン計画という日本政府がですね、海外により日本の方に旅に出ていたかどうといったような事業。 そして、1991年の湾岸戦争等を経て、2001年の米国同時多発テロなどがあり、さらにリーマンショック等ありまして、2019年2000万人突破したわけですが、2020年21年、今日の右の方になりますけれども、コロナ拡大により、落ち込みというか旅ができない状態だった。この60年間、約60年間の中で、 先ほどもトレンドという言葉を使いましたけれども、いろいろな変遷があったと思います。まず、例えばあの海外出張というもの、またはビジネスに関わるインセンティブ旅行というものは、年代を経ても基本的には需要としてあったんではないかなというふうに推察しています。 そして、どういうような旅をしている、どんなような旅の手配かというと、まあ、もちろん初期は男性グループ、ビジネスが多かったわけですけれども、その後80年代になりますと、もうあまり使われない言葉ですが、OL さんたちのヨーロッパ等の旅行があったりして、そして学生の方が卒業旅行等、90年代ぐらいからもっともっと盛んになり、旅のパターンもファミリーが出てきたりしたと思います。そして90年代の中頃以降は 留学とか語学研修とか教育旅行といったものが学校のカリキュラムにも入ったりしたりですね、重要な要素になってきていると思います。そして2000年代に入ってきますと、団塊世代の方が定年退職する、しない、また定年退職した後それから3世代旅行とかあの、働いているお父さん、お母さんを抜かして、おじいちゃん、おばあちゃんとお孫さんが出る2世代旅行とか、旅慣れた女性という言葉から、 えー、広がっていく女子旅といったようなものが今でも強い旅行の形態として残ってきていると思います。で行き先なんですけれどもこれはあの大まかな話ですが まあ最初ハワイ、香港から入りまして、アメリカ、本土、ヨーロッパに行って、その後オーストラリア、カナダなどといったようなものが、西洋のデスネーションでは80年代から90年代伸びてきたと思います。そしてビーチやリゾート、ファミリーなども含めて展開があり、アジアシティといったような形で90年代から2000年代、特にあのホテル、いいホテルに泊まりたいといったような方たちも増えてきたんじゃないかな。そして2000年代入りますと、ドラマ等の影響で、 で韓国をはじめとするアジアジの旅行先もかなり伸びてきましたえそしてヨーロッパ等に関してはいわゆる西欧ではなくて中欧とか東欧さらに2013年にプリンセス・クルーズが日本敗戦を行ってからえクルーズずーっとクルーズというのは あの、日本の産業の中で、えー、伸びいる部分だとは思われてきたはずなんですけれども、外国客船が日本に配線したという2013年を機に客船旅行も伸びてきた。この中でですね、この中でコロナの間でも実は動いていたーマーケットというのはありまして、えー、留学や語学研修、教育旅行、えー、この部分で、えー、行く先の国や地域が、えー 研修、教育旅行等の受け入れをしていれば、実は日本からもこのような部分は動いてたといったようなことを実際そういうビジネスをされている方からも僕は聞いてますので、やはりいろいろな意味で目的や動機づけが高い旅行者の方は旅に出かけるといったようなことの一例かなというふうに思っております。さて、この日本市場が2000万人という規模、 これをどういうふうに見ていくかということなんですけれども、2000年に1800万人を達成してから2000万人、200万人伸ばすのに約20年かかっているわけなんですよね。さらにこの間もこちらウィングトラベルさんで出てましたけれども、日本の方のパスポート所持率、まあ、いわゆる外務省の発給率17%、6人に1人しかパスポート持ってないという状況だそうです。で、世界的に見てみますと、世界の 国際旅行者数というのは2000年に10億だったものが、2019年には20億という倍になってまして、例えばお隣の韓国は2000年、430万人の海外旅行者数が2019年には日本をしのぐ2870万人までなっているわけなんですね。それから台湾であると、730万人から1700万人、そして ASEAN、訪日数だけですけれども、38万人が390万人、10倍に伸びております。 さらに中国なんですが、一番大きいピンク。2000年に250万人だった海外旅行者数は、2012年に8300万人を記録して、世界で一番大きな海外旅行送客市場となり、2019年には1億6900万人という方が海外に出ている。その中で、この日本の2000万人という市場をどういうふうに考えていくかというのが、デスティネーション側から見ると、ですね、えー、いろいろな要素になってくるんじゃないかな。 JNTO が発表している統計資料ですけれども、訪日旅行は昨年の10月以降、ものすごい勢いで戻ってきております。見ていただくとお分かりのように、1月から12月、昨年、訪日旅行が、まあ、基本水際解禁されたのが10月ですけれども、それでも対前年で1458%増、片や右側の日本の方の海外旅行、出国者数はですね伸びてはいますけれども、 総数としても訪日客よりも低くて、伸び率も440%というふうになっている。今年の1月最新ですけれども、こちらでもかなり訪日は戻ってきている。日本人海外出発がなかなか伸びてないという状況になっております。アセアンと日本の間の人の行き来の比較ですが、2013年から出してみました。 2013年、日本から ASEAN アアに行った方は470万人、ASEAN アアから日本に来た方は110万人、2019年は日本から ASEAN アアに行った方が560万人、ASEAN アアから日本に来た方が390万人ということで、それぞれもちろん伸びています。ただ、比率を見ていただくと、2013年にはこの割合が80、20だったものが、2019年には60、40。 というバランスになってきていますまたこれをどういうふうに見ていくかということも今後の課題またはポイントこの後の座談会でも政府官公共の方とお話ができればと思っておりますこんなようなまあ、日本の海外旅行市場の東アジア東南アジアそして世界でのポジショニングのようなところも踏まえましてこの調査の報告をさせていただきたいと思っております 調査内容に関しましては、48項目ということで、基本属性から海外旅行経験、ASEAN のイメージ、そして何を情報源としているか、その先に持続可能な観光に関する質問、そしてご自身がどういうような形で責任を持った行動を取れるかといったようなこと、さらに、そのサステナブルといったようなことに関してです、ね、どのように認識されていて行動できるか、または今後の意向といったようなものを統計しております。 この調査のもう一つ面白いところ、そして今回の報告ではより注目していきたいところは、座談会をこのように4回、大学生3回、そして社会人の方1回、それぞれ別の方々で各4回行っております。タイトルにもございますように、Z 世代とミネリアの本音というものがですね、この座談会の記録から読み取れますので、この後共有していきたいというふうに思っております。 先ほど申し上げましたように、この調査対象になった方は、えー、国内、海外を問わず旅行が好き、または興味があるという男女1000人というふうになっております、えー。元のデータ、そして居住者統計から、やはり首都圏、また関西からの回答の方が多くなっているということです。さて、えー、旅行先を決めた決め手ということなんですけれども、こちらが約半数の方が、 見たい風景または史跡があったからというご対等をされています。さらに、自主的ではないんだけれども、 20%を超える方が友人や家族などに誘われたから行ったという形にもなってきております。その他自由回答を右手見ていただきますと、社員旅行とか修学旅行、そのようなもので行った。それからですね、新婚旅行や教式といったような、やはりイベントで海外に行くといったようなこともまだまだ残っているというふうに見ていけるんじゃないかというふうに感じました。えさらに、この後ですね、 国内旅行、海外旅行ともに好き、国内旅行、海外旅行ともに興味があると答えた方たちですので、この後、海外に限定して旅行に行きたいと思いますかという問いに関しましては、85%の方が行きたい。しかも、ほとんどの方が、まあ、いわゆる観光旅行で出かけたいという回答をされています。で、ここで ASEAN アアに旅行についての質問になるわけなんですけれども、ASEAN アアの旅行に関して行ったことがある国、 これ一番左の統計になりますが、行ったことがある国はですね、タイとシンガポールがほぼ同数で同時種類。その後にフィリピン、マレーシア、インドネシアがほぼ同数で続きまして、ベトナムがちょっと少なくなり、その後カンボジア、ミャンマー、ラオス、ブルネと続いております。しかしながら今度は今の行ったことある国ですね。次はあの行ってみたい国。 という質問をしたところ、なんと行ってみたい国は、かなり割合が高く、6割の方はシンガポールと答えております。その後がタイ、マレーシア、ベトナム、フィリピン、インドネシア、カンボジア、ブルネ、イタイ、ラオス、ごめんなさい、ラオス、ミャンマーと続きます。行ったことがある国ですと、タイとシンガポール、同数だったんですけれども、行ってみたいですかということに関しては、シンガポールがかなり注目を集めている。 それからですね、その横になりますけれども、じゃあ ASEAN ということで、思い浮かぶイメージというものを複数回答していただきました。ASEAN はやっぱりグルメという、おいしいものというイメージが多い。まあ、その後に20ポイント程度下がって歴史的遺跡、さらに10ポイント下がってリゾートホテル、ビーチ、ショッピングなどというふうに続いていくわけなんですけれども、皆さん、先ほどの海外旅行に行った決めて、 の説問の時は、約半数の方が見たい風景があったからというふうに答えていらっしゃったわけなんです。ASEAN のイメージはグルメということになってきています。まあ、もちろん歴史的史跡もあるんですが、このような部分もちょっと面白いイメージないし、決め手というところの差が出ているかなというふうに感じました。そして、行、えー、ってみたい国の中で、あの年齢別で見てみますと、ほぼ一緒なんですけれども、 えー、25歳から29歳、えー、そして30から35歳という、この15から35までの、えー、より年上の半分に関しましては、ベトナムがですね、えー、若めの半分よりも上位に来ているといったような、あのビビタルさですけれども、違いが見えてきました。でここがですね、えー、毎回のごめんなさい、各設問の後に入ってくる、 座談会からのコメントなんですけれども、ア s アについて思い浮かぶイメージ、20代、30代となりますが、20代の方はですね、行きたいと思うんだけども、海外旅行経験がないので怖い、何かあった時に自分では言葉の自信もないので何もできなさそう、それからアジアでよくお腹を壊すのが怖いという声を聞くから、ちょっとそれも心配とかですね、治安が悪かったり、空気が悪いイメージがあるのでためらってしまう、それから日本では考えられないような まあ、ことがあったりと聞いたので、ちょっと行きたくないとかですね。えー、観光学部に行ってる方、最近増えてきてると思いますが、そういう方であっても、えー、ヨーロッパにまずは行きたいので、ASEAN を近場なんだけども、治安などが良いのか悪いのかわからないから、最初に選ぶことはない。え、それから、 発展途中のイメージがあって、多民族でものすごく活気に溢れていて、すごく今、どんどん伸びている感じということだったり、まあ、タイ料理ですね、お料理人気なので、え普段でもタイ料理はよく行くので、ご飯がおいしいというイメージがあると、そういうような、まあ、若い方のイメージがあります。そしてえー 若い方でもやっぱり情報が足らない、知識が少ない、まあ、知識が少ないのはご自身がこれから蓄えていくことになりますが、もう一つ、インスタ映え、風景を気にしまう。なので、ジュエルチャンギ空港にどうしても行ってみたい。やはり見ること、映すこと、そして投稿、共有することが中心になってくるようなことも出てきています。30代の方になってきますと、お仕事等の経験もあるので、 え本当に日本と変わらなくなってきてるとか、親の世代がアジアは東南アジア、日本より遅れているといったような感覚に危機感を覚えるとかですね、日本が今後、動いていかれるんじゃないかという感覚を、この方、リピーターなんでしょうけれども、10年ぐらい通っていて、行くたびに覚えるといったようなお話があります。そういうようなことを考えると、やはり若い世代ほど旅の実体験が少ないということは、あ,あからさまであって、 旅に関する経験もですね、おそらくツアーやホテルを最後に予約してというような最終的な段階の触れ合いしかないのかな。よって、家族、親世代やメディアに関する情報が彼らの感覚を形成していっている。えー、観光学部とか観光コースにおいては、もしかしたら ASEAN のですね実,験実体験学習の活動。 学生がどういう価値を見つけるかといったようなことをより考えていただくとよろしいんではないかといったようなことを感じました。ちょっと早口なんですけども、たくさんのボリュームがあるので進みます。えー、次の質問なんですが、情報収集に関しましては、もう皆さんがお察しの通り、ソーシャルメディアという回答が半数を超えております。 ウェブサイトが29%。テレビもまだ少しは残っていて10%。雑誌、新聞、その他はかなり少なくなっている。インスタグラムがソーシャルメディアの中でも群を抜いて多く、その後にツイッター、YouTube 等が続いてくるという,というようなこと。Facebook というのはかなり回答が少なかったです。まあ、これも全体の方向性として見ておいていただいて、座談会で生の声はどういうことかというと、 いいろろありました。20代の方はですねインスタが情報収集のメインになっているんだけれども実はその先でお家でテレビから 旅サラダとか番組を見ていて、よく情報が入ってくることがあるとかですね、えー、道の駅に行ったときに紙の媒体に情報がたくさん載ってて役立つとかですね、えー、インスタとウェブサイトで最初のまあ行きたいなとかっていうところは見るんだけれども、ガイドブックを結構使うといったようなコメントも出てきています。でそこでまあちょっと大切かなと思ったのは、ガイドブックに関してなんですけれども、やっぱり、あの オンラインだと自分が調べたいことだけをどんどん深く入っていってしまうわけなんですけれども、ガイドブックですと、全然知らないところとか興味ないんだけど、たまたま見たら興味がありそうって言ってようところも出てくるので、それがきっかけになるというご回答もいただいております。えさらに、友達の口コミというのが有効という回答もありますけれども、やっぱりその口コミというのが、インスタのストーリーズとか、そういうツールの中での口コミとなってきている。 あとはですね、漫画の中で、えー、デスネーションが使われている、そこを聖地というところに行ってみたいということもあります。えー、そして YouTube で旅先の、まあ、お食事とか景色、アクティビティ等、これをまあいつもフォローしていてチェックして、えー、いいねを押して保存しておいてというのをやった後に、えー、インスタで検索してどういう景色があるか。 え、YouTube はどうやって行くかというのをいろいろ旅先に出している方から情報を選ぶというようなことがあるようです。30代になってきますと、ツイッター。で、ツイッターはですね、フォローしている人が自分と価値観が同じような方が多いので、おすすめの観光地を聞いて教えてもらうとか、え、何が撮れるかですね、写真を、その時はインスタが便利。で、どういうところのカフェがいいかなとか、そういうものをインスタで探していると。 さらに、旅に、ライフスタイル上、をよく行っている方は、旅仲間との会話から行き先が決まったりするといったようなこと、えー、というようなことがあ入ってきています。そして、ガイドブックなんですけど、やはり、まあ、行き先が決まった後になると思いますが、ガイドブックを読んだ後で気になるところ、えー、最近の写真の撮り方をインスタで検索したり、または、1000以上いいねがついているツイート、 で画像検索をしているやっぱりどういうようなものが今流行ってるのかなといったようなことを日が気になるようです。そして好きな映画や小説をベースに行く場所を決めるところもある。なので、ですねソーシャルメディアは必ず必要ですが、やはり個人のライフスタイル等に合った個人志向した目的と使用方法があるんじゃないかな。 えー、探す段階、行きたくなる段階、そして計画段階に、それぞれ皆さん、ソーシャルメディアでも違ったものを使っていますし、ガイドブック派とはやはり違う形で、写真の撮り方とか、そういうような部分、ライフスタイル視点から、やっぱりその旅の方の私らしさみたいなものを、ソーシャルメディア上で探しまた、そこでそれを 投稿していくといったようなこと。なので、やっぱり見栄えとですね、その場所自体の、まあ、写真の撮り方にもよるんでしょうけども、人気度というのはかなり影響してくるようです。で次に、サステナブルという言葉、または SDGs という言葉に関しての、えー、説問に入っていくわけなんですけれども、大体の皆さんは、まあ、 それぞれの理解で聞いたことがあるが意味はよく知らないという方がかなり少なく実は知っていて正しく理解しているまたは大体理解しているといったような方が多くなってきていますさらに普段の生活でも意識してますかという質問に対して約6割の方は意識してますという回答をされてきております座談会に入っていきますと これ面白いですよ。普段も意識しているとか、6割の方、そして意味を知っていて、だいたい理解している方が、だいたいこれが7割、8割言ってるんですけど、座談会になると、20代の方は、えー、バイト先などで SDGs が意外と押し付けになってしまったらどうかと思っていると。本当に意味のあることは自分でも意識したい。えー そもそも、あの、プラスチックの蓋をつけるかつけないかお客さんに聞いてるんだけども、商品が過剰放送だったりして、あれと思うときがあるとかえ、ホテルを探すときに、連泊は清掃なしで安くなると、こういうふうに掲載されていると、そっちにしようと考えるんだけども、もしサステナブルでも価格が高いんだったら、正直手は出しません。お得で環境負荷も低いんだったら利用するという感じ、ということらしいですね。それから、あの、環境面、 の SDGs は割と心がけるようにして、マイバッグとかマイボトルを持ち歩いているとかですね、SDGs というよりもリサイクルを心がけている。またはあのファストファッションではなくて古着などを買って、えー、長く作っているといったようなことのご回答もありました。えー、それから、 アルバイト先のファミレスで、ドリンクバーのプラスチック容器が紙に変わったり、おしぼりをセルフにしたりして排気量が減ったということで、社会にそういうものが行き渡っているんだなと感じているとかですね、浸透をしているんだなということを、就活やバイトから感じている。 またあの、大学の授業で知ったんだけども、環境面というよりは、世界の人に同じような教育をなどという項目を気にしているという回答もありましたで。30代の方の本音になってくるとですね、頑張ってるんだけどもいつのか、いつの間にか忘れてしまって身につかない。それから、旅先ではサステナブルを意識するよりも、今、旅に行っている時しかできないことをやりたいという気持ちが先立ってしまう。えーそして 旅に行った時に、いろいろフェスあの、プラスチックじゃないもののサス,サステイナブルな意識が高いという印象があって、えー、バリ島に行ってあらゆるストローを買ったんだけど、日本に帰ってきたら使ってないとかですね。えー、エコバッグを使う理由は、あの環境のためというよりも可愛いものを使っていると楽しいからとか。 またはまあドイツでは国レベルでエコーを推進していて、エコーがクールな人というのが根付いているといったようなまあ客観的な他国の様子をコメントしてくださった方もいらっしゃいます。こういうのを見ていくと、まとめとしては、社会的な話題としての SDGs というものと、自分のライフスタイルの中でのいわゆるそのサステナブル貢献という部分では異なる本音が出てきているかなというふうに感じました。 あの学生20代の方は、まあ、多感な10代からですね、すでに SDGs とか、まあサステナブルというものが聞かれる時代を過ごしてきているので、授業等もある。なので、接点が早いんですよね。だけども、まあ意味があるとか疑問を持っている、または自分でできることをしてみるといったようなことなのかな。30代の方は、 えもう一応大人になってからこういうような話がより盛り上がってきたので理解はしてるんだけども自分の楽しみ方の方を優先してしまうという傾向が、まあ、今回の調査の座談会の中では出てきてるかなというふうに思いました。なので何、えー、て言いますかこれが自分自身の価値観とかまたはそれが 社会的または世界的により意味あるライフスタイルという部分まではまだまだなっていないのかなという様子ではなかろうかというふうに感じた次第です。で次なんですけれども、それではまあ持続可能な観光についてという設問です。まあ、これがが質問対象 海外、国内を問わず、旅に興味がある、または旅が好きという方たちにとってなんですけれども、ちょっと難しいのかもしれないという気はしますが、えー、旅行する際に SDGs やサステナブルを意識したことがありますかという質問に関しましては、まあ、実体験から3割の方がはいというふうに答えてくださっております。さらににその先に 旅行する際に SDGs やサステナブルを意識した観光地や観光施設を選んだことがありますかという質問に関しましてですけれども、25%の方は選んだことがあるという質問、ごめんなさい、回答をされています。その中で選択肢の複数回答なんですけれども、どういうような基準で,で意識しますかということなんですが、 あの地産地消の流通を優先しているというところが61.8%、それから国際基準や自社独自できちんと基準を設けて行な仕事を行っているといったところも54%というふうになっていました。売上の一部を地域に還元、またはサステナブル活動に還元、それからあ 混雑緩和をピーク平準化等に関しては少し回答が少なかったかなというふうに思います。さらに今度は要約するときにですね、宿泊施設になりますけれども、サステナブルな取り組みを行っている絞り込み条件、比較的新しい機能かと思うんですが、約3割はそういうものがあるので気づいてますよと。さらに、 宿泊施設を実際にこの絞り込み機能を使って予約したことがありますかという回答は65%になっていました。なので知っている人の中で使ったことがある人が半数以上。やはり知っているということはその部分に気を配っている。で、実際旅に出るときはまあ自分の条件があれば使ってみるということなのかなというふうに思います。さらに、 あの、どういうような形でサステナブル、まあ、ツーリズム、持続可能な観光について、えー、知ってるか、またはどういう内容というふうに理解しているかという質問ですけれども、えー、こちらに関してはやはりちょっと難しい言葉であろうというふうに思いますが、知っていて意味を理解を正しくしている方が、えー 8.5%知っていて意味を大体理解している方が17.1%、全体で25%ぐらいでしたですね。ただ、その中で3つの必要とされる取り組みという形で例を挙げさせていただいている地域の自然や生物多様性など環境の保全をしながら最適な形で活用する観光、それから地域の 建築など文化遺産、住民の生活や伝統的な価値観が訪れた観光客から尊重される観光、それから地域に安定した収入や公平、ごめんなさい、雇用をもたらし、関わる人すべてが公平な形で利益を得られる観光といったようなところに関しましては、えっと、皆さんですね、8割が必要であろうというふうに感じてられているという結果になってきております。 でここでまた座談会からのコメントになるわけなんですけれども、若い方はですね、まあ、言葉自体の認知がまだ少ないんですが、環境配慮みたいなイメージを持っていると。えー、ただし、じゃ例えばポイ捨てに気をつけている地域だから移行という意思決定にはなりませんよと。えーそれから うんと旅行行った時にやっぱり地元の方と接してみたい気持ちはあるんだけども、いや実はそれが地元の方にどういうような、まあプラスまたはマイナスの影響を与えるかみたいなことは考えたことがなかった。オーバーツーリズムみたいなことと関連しているのかなと思った。 それから、あの、今までは、あの、そういうことを気にせず、地元の露店とか、スーパーなどに行くことが多かったんだけども、地元のものを、ま、地産地表みたいにしてるっていうところでは、や、そういうことをやってたのかな、というふうに、気が、あついたということ。それから、インターンシップに行ったときに、ま、自然がただだと思っている日本の人は多いですよ、みたいな話を聞いたときに、そこにきちんとした価値と対価を見出せれば、 自、まあ、続ができてくるのかなというふうに個人的に思ったという意見もありました。やっぱりこれもインターンとか、まあ、バイト先とかそういうようなところでの、えー、接点が多いという事例の一つかなというふうに思います。そして次なんですけども、まあ、環境を壊さないを取り組みをしているところが、まあ、サステナツーブリズムだというふうに考えている、えー。消費するものが少なく資源もあまり使わないことがサステナブルかなとか。 それから、あの、日本にカナダからホームステイの方が、ホストファミリーが来た時に、日本はペットボトルのキャップを分別してるとか言って驚いてたみたいな、そういうようなことも、まあ、リサイクルですね。サステナブルかなと。30代になってくると、旅に行ってる方が20代までの方より多いので、ベトナムのトレーキングツアーに行って、こんな暮らしがあるんだという感動があって、まあ、それがサステナブルかなと思った一方で、実際にそれが、 えー、ツアー化されていて、それが実際の村の生活であるのか、地元にお金がちゃんと回っているのかというのが難しいというふうに感じたと、えー。それから、まあ、サステナブルツーリズムというと、えー、ガソリンをあまり使わないエコな車に乗って海岸のゴミ拾いをするような理解旅行みたいな印象があるというようなことであったり、あのー、きちんと、まあ 宿泊税やあの温泉税とかそういうようなものが地域に還元されて使われているのであれば、えー、少し高くても構わないけど適切に使われているかどうかというのがわからない。 まあこれは情報開示ということになるのかもしれません。それから、あの、ソーシャルメディアで、えー、かなり人気が出たところで一気に人が増えてしまったりする悪循環の歯車に一つ自分もなっちゃってるかなという気もするんだけども、まあ旅をし続けたいというふうに思った時には、えー、その地域が長く続いていくような知識を自分で身につけたいと思うといったような発言もあったようです。こういうようなことを考えると、あの、 環境配慮イメージということと旅先での貢献というところにいろいろ意識のアンバランスまたはあ貢献したいんだけど実際はできないよねというなものがあるかなあのどうしてもサステナブルツーリズム持続的な観光という部分の認識が負荷を抑える負荷が低いそうすると良いという認識になってしまっているんじゃないか、まあ、実際には あの今日はそういう話題にはならないんですけれども、そういうことだけではないと思います。ただ、その中で、えー、その部分に意識がある方はですね、自分自身の理解を広めれば、自分でできる貢献や参画について、より選択肢、または具体性が見えてくればですね、えー、この若い方たちはそういうような部分により積極的に取り組んでいってもらえる要素はあるのかなというふうに見えた次第です。 でもう少し先に行きますと、まあ、あの責任を持った観光旅行者というようなことで、地産地消の部分の消費をもっとしたいと思いますか、これに関しては、7割の方はそう思う、それから何らかの形で関われる、まあ、貢献型の旅行というのを、この数年、注目されてますけれども、ボランティアも含めて。 この関わりたいという回答も55%を超えた回答をいただいております。その中で皆さんが ASEAN 加盟国で行われている具体的な取り組みのキーワードみたいなものも聞いてみました。まあ 基本的にあの大きな話というよりも、何か目に見える形で取り組まれているといったようなことに対する、えー、ポイントが多いと思いますが、まあ、中には平等だったり貧困の問題といったようなところ、それから概念の部分ですね、インタープリチーションとかサステナブルツーリズムといったような、えー、キーワードも出てきてはいますで。その中で今度実際旅に行くという想定にして、5000円のオプショナルツアー,ーに関して、 えー、この5000円のオプショナルツアーで内容がほぼ同じ、そして、えー、自然保全、地域の利益還元、CO2 排出削減などの持続可能な取り組みをしていると具体的に明言しているツアーとそうじゃないのがあったとき、どっちを選べますか同じ値段だったら、半分の人は持続可能な取り組みをしているツアーを選ぶで、えー。もし持続可能な取り組みをしているオプショナルツアーが、 そうでない同じツアーの、同じ内容のツアーより価格が高かったらどっちを選びますかそうなってくると、価格が高かったら高くても構わないという方が若干減っております、割合として。さらに、じゃあどれぐらいの差額までは払いますかという質問に対して、え皆さんこれ元5000のオプショナルツアーでしょ5000のオプショナルツアーに対して、どれくらい差額だったら払うかということで、 一番多い回答が1000円から3000円未満の差額だったら3割の方は払いますよと。3000円から5000円未満になると2割23%。500円から100円だと27%。5000円以上、倍以上の方も少しはいらっしゃったというアンケートになっています。ただ、ここがまた面白くてですね、座談会からの報告になりますと、 上乗せコストに安いからあごめんなさい、安い方がいいので値段で選んでしまう。えー、例えばアメニティがあが、のー、すごくかわいい竹のものがプラスチックの櫛よりもいいし、それがあった、さらにサステナブルだったら、ちょっと高くてもそっちは選ぶかもしれないけど、基本は安い方がいい。それから学生は、まあ、正直高かったお金は出せない。 えー、自分が消費したものが良い方向に歓迎されるといいと思っているので、まあ、ちゃんと明記をしてほしいよねと、えー。同じ値段だったらサステナブルの方を取るけど、同じ内容でサステナブルで高いですと言われたら正直そっちは取りません。同じ値段で環境に優しいとか、えー、そういうような部分と、あと、まあ、 いわゆるブランドのあるところにこの値段で泊まれるというふうに書いてあったらそっち選ぶんだけど逆に SDGs で頑張ってますみたいな場合にはそっちはなかなか自分としては選びにくいといったようなこと。からマークだけ出したりすると信用度は薄いと思っちゃうしっかり何やってますということを出してほしい。根拠がクリアになっていればお金は上乗せは積極的にしていきたいと思う。それから あの年代的に、これも学生さんでしょうね、えー、付加価値があっても安い方でというふうになってしまう、えー、環境が良くなるだけという内容ではお金を払って参加しようとはなかなかならないツアーについてですね、それから、ここ旅行というのは気持ちをリフレッシュしたり、疲れた心を癒す目的があるので、持続可能な社会を意識しては疲れてしまうというようなコメントもある、そういう意味で安い方が良い。それから あの沖縄県でサゴンを植林するツアーなど、そのツアーじゃないと参加できないといったような内容であれば、あのお金を払って、追加を払っても参加したい、あとはやっぱり写真映えするような風景があ,あるとなおさら良いんじゃないかということなんです。なので、これは個人的な意見ですが、今後、あの旅行、ビジネス、ツアー企画としては、サステナブル商品一択というのが最善なのかもしれないなというふうに個人的には感じました。 あの、価格の話題になってしまうと安いという本音が多い。えー、ただし、しっかりした取り組み、そのきちんと説明があればですね、対価としては積極的に捉えるという意見もたくさんあるわけです。さらに、このツアーやこのプランじゃないとできませんよ。そこに価値があって、納得できるんだったら高くてもいいですと。 だけど、見栄えは重要なんですよね。なので、やはりそのお客様のパーソナライズ、私らしさが反映できる、えー、ツアー内容を顧客価値としてきちんと演出して企画するといったようなことが有効かもしれないなというふうに感じました。えー、こちらが多分最後の説明になってくるかと思うんですがあの、タイのピピ島の事例で島を閉じたといったようなことに対してどう思いますか。 知ってた人は20%、そして3年半入域を止めたということ、必要な取り組みであればというふうな方が64%。オーバーツーリズムという言葉、あのコロナになる前までは日本でもよく言われてましたがあの、結構ですね、知らない人が多くて、知らない人が約8割いらっしゃいました。それから どういうような形で取り組みが自分の考えとしては多少不便でもそういうようなことがあれば取り組み協力したいという方が半数というような回答になっていました。それから ASEAN に関してなんですけれどもあのいろいろな形で ASEAN で持続的な観光の取り組みについて興味があるかでどういうようなあの情報が 一番経路としては入手しやすいですかといったときに、観光に出かける旅先の情報はソーシャルメディア率がぐんと高かったんですけれども、この質問に関しては、ウェブサイトという質問があ、ごめんなさい、ウェブサイトという回答が、えー、ソーシャルメディアよりも多くなってきています。さらに、信頼性という点から、政府観光局などの公的機関のウェブサイトといったようなことが約25%。 それから旅行専門メディアという回答が20%、旅行会社さんも20%というふうになってきています。なので、やはりここで政府観光局という公的機関、または先ほど来回答の中に、また本音にありました、きちんと内容が反映されて説明されているという部分で、やはり政府観光局の役割というのは多いのではないかなと。 駆け足になりましたが、皆さん、このような形で、ぜひですね、ダイジェスト版をダウンロードしていただいて、それぞれの視点から、えー、すみません、今、時間があ限られて、えー、早口で進めましたが、もう一度見直していただければと思います。それでは、ここで、若年層を対象とした調査報告を終わらせていただきます。ありがとうございます。 お母さんありがとうございました続きまして ASEAN の政府観光局の方を交えての座談会です事前に受け付けた質問にも回答いただきます登壇いただくのはマレーシア政府観光局の佐伯美智子様フィリピン観光省の山本ジェニファー様そして大国政府観光庁の藤村義明様のお三方です モデレーターは引き続き深川さんにお願いします。それではよろしくお願いします。はい、神田さんありがとうございます。えっと、それではここからですね、えー、マレーシア、フィリピン、えー、そしてタイの政府観光局の皆様と一緒にお話を進めていければと思います。えっと、まず、 おさらいになるんですけども、すいません。早口でやってきたことを、急いでやったことがおさらいになるんですが、この旅の日本の60年の海外旅行の歴史の中で、えー、旅の手配の仕方とか、あ旅のスタイルとか、あ行き先が変遷があったという今日言わさせていただき、このコロナの中から後にかけてサステナブル、レスポンシブルといったようなものが、新しいそういうトレンドになっていくのかどうかといったようなお話が調査のもとになっているかなと思います。 そして特に本音が出てきた座談会なんですけれども、こういうような形でですね、えー、まとめをさせていただいてきたわけです。若い人の、もちろんあの当たり前ですけど、若い人の方が人生経験が短いので、旅の経験も少ない。ソーシャルメディアは必須なんだけども、私らしさという部分を大切にした目的と使用方法がありますよね。とそれから SDGs という社会話題と自分の中でのライフスタイルとしてのサステナブル貢献という部分の本音はちょっと違ってたよ。と それから環境配慮というイメージが強い中で実はいろいろな形で貢献できるという旅に出た時どういうふうな行動を取るかといったようなことがこういろいろ違った意見がありましたそして、まあ、そういうのを踏まえてですねもし社会がサステナブルに全て旅も動いていくんであれば、えー、旅行のツアー企画の内容もですね そのような形で価値を見出してもらえるような内容にしていく。しかしながら一番大切なことは見栄えは重要ということだったんじゃないかなというふうに感じております。えっと、それではここからはですね、画面共有を取りまして、マレーシア佐伯さん、フィリピン山本さん、そしてタイは藤村さんとお話を進めていければというふうに思います。どうぞよろしくお願いいたします。 じゃあ、あの皆さんミュートを解いていただいてですね。よろしくお願いします。えー、よろしくお願いします。まず、あの皆さん、政府観光局というお立場で。 お仕事を長年されてきていらっしゃるわけなんですけれども、あの、グローバルな方向性として、まあ、サステナブルという部分、まあ、観光においても取り組みをしていこうという動きが出てきているわけですが、それぞれの、まあ、政府観光局、またはあの政府としてそのあたりに関してですね、どんなようなあの戦略や取り組み方針をされているか、提案しているかという点のううことをお聞かせいただけますでしょうか。それでは、あの、 アルファベット12に m p t なので、<laughs> マレーシアの佐伯さんから、ちょっとそのあたりをお願いいたします。<laughs> はい、はい、えっ、ー、と、そうですね、あのーまあ、マレーシアは、まあ、国の全体としても、まあ、ネタ売りの多い国なので、も、えー、ともとその自然保護ですとか、まあ、環境保全っていうのは、えー、ずっとしていたかと思います。であのー、また皆さんがよく あの観光で行かれる、まあ、クアラルンプールやペナントといったところは、まあ、観光地としてはかなり認知はあるんですけれども、まあ、そういったところとその、まあ、農村部というあの、まあ、その中心部から離れたちょっと離れたところには昔からの,あの大家族文化というのが残る農村部がやはりかなりあの全土に広がっているためにやはりその,、まあ、その地域の活性化というのを、えー、政府はかなり昔からですね 取りり組んでおりまして皆さんがあの修学旅行のプログラムなんかで、まあ、教育旅行の方なんかはよくあのご存知かもしれないんですけれどもあのホームステイ列車だと「ンポンステイカンポンビジット」って言われるものを取り組,んあの、まあ、組み込んでいらっしゃったと思うんですがこれ自体はもう本当にその 田舎、ちょっとあの、まあ、町から離れたところで田舎であの、まあ、大家族の温かみを楽しむなんていうことをしておりましたが、まあ、これ自体、その観光客が村に行くことによって、えー、そこで、まあ、あの文化を知りあの、まあえーまあ、交流することっていうのもあの、地域の活性化にあたることで、まあ、言ってしまえばあのサステイナブルの本当に旋風、まあ、っていう形だと思うんですね。<laughs> このプログラムは まあ九十五年からやっていてもうあ三十年近くやっているっていうことで、ええまあサステイナブル、まあ皆さん我々もそうですけれども無意識にもうすでにサステイナブルは国の中の取り組みにあったかなというふうに思ってます。はい、ありがとうございます。えー、それではあのそういうようなものに引き続き話題を <laughs> していくわけですが、まずは次は P なのでフィリピンのあのジェニーさんよろしくお願いいたします。 よろししくお願いしますそうですね、フィリピンの場合もまあ、同じようにその地域の活性化とかまあ、コミュニティとか、ローカルの人たちのためになるようなさまざまな取り組みをやっていました。で、あの、覚えてるかと思うんですけども、ブラカイ島という島がありまして、で、あのオーバーツリーリズムによって、一旦そこの島を閉鎖したことがあるんですね。で、その、そこから、その、どれだけ、 そのえっと、環境を大事にしなければならないというのがなんか全国の中でもその意識が広がるようになっていましてあのもう今、ブラカイ島がオープンしててすごい綺麗になってじゃあこれもここをあのサンプルモデルとしてさまざまな島でも同じような取り組みを最近やるようになっていましたであのあのただその観光開発がただただあのそうですね あの単純な開発よりもできれば、その中の様子にあの一般の人たちのためになるようにあのコミュニティとかあのそのその、まあ、ホテルなどそういった人たち,たちとも、まあ、ステークホルダーの人たちとともにさあの同じようにあの一緒にあの観光開発をやっていこうというような動きがさまざまなところで見ることができます、はいはい、ありがとうございいます。 それでは T なので、藤村さん、最後になっちゃうんですけど、まだ終わりじゃありませんので、よろしくお願いいたします。あ藤村さん、ミュートを外してください。よろしくえー、毎回やるんですよ、これ。<laughs> 皆さん、触りかえっ、ー、と、それではですね、愛はですね、ま,あ、あのまずは文言国王って、皆さん、全部国王を覚えてらっしゃるでしょうかね。 えとまあ、タルを知る経済ということで結構あのいろんなこうもう十分であるということを知りなさいというところをですねまず教えとしてありました。それからまあ地球温暖化ということがこうだんだんと叫ばれるようになってからもタイはですね、まあ、当初はエコツーリズムという形でこう取り組みをしていてあのその後、まあ、徐々にこうグリーンツーリズムということで、まあ、宿泊施設にグリーンの,その葉っぱがこうついてこれをあの どの程度この環境に配慮したホテルの宿泊施設があるのかとかですねあとはツーリズムアワードのような形で、まああのえー、と現地のサプライヤーさんのためのこう教育というかですねそういうところもあの取り組んでいますしあの最近ではあのタイの方ではですねあの政府自体が、まあ、BCG バイオサーキュア グリーンというコンセプトで、まあ、経済を回していこうというところをですね、あの検討されているところがあります。なので、まあ、の我々としてはまああのそういったところを中心に、今、コミュニティ先ほどもマレーシアもフィリピンもそうですけど、やっぱりコミュニティあの地域をどうやって活性化していくかというところもこう考えながらですね、あのサステナビリティをこを進めているというか。 でまあ、あの我々は,は、まあとは日本の皆さんに来ていただくには、やっぱりもっと体験をしてほしいということで、エクスペリエンスデザイナーというのを TAT が役割としてなっていこうじゃないかというところはです、ね、あの今、取り組みの中に出てきているところはあります。うんはい、なので、そういう意識と、それから体験というところをあの中心に今、進めているところでございます。 はい、ありがとうございますあのお三方のお話を聞いているとやっぱり何て言うんでしょうマレーシア95年からということではありますけれどもやフィリピンやタイでもやはり90年代からそういうような取り組みやあのいろいろなことをされてきている中で、えー、今はサステナブルとかあのサステナブルツーリズムと言っている言葉が ま出てきたんですけど、その前は今、藤村さんがおっしゃるのでに、エコツーリズムという言葉はもう90年代の初めからあるわけで、その中のいわゆる体験物って、やっぱりコミュニティベーストという部分で作られていっている。コミュニティベーストがあるから、あの田舎の大家族とか、または、えー、いわゆるインダストリーの中のコミュニティでも、ホテル屋さんとか、あのオペレーターさんを一緒にいいサステナブルな方向で使っていこう。ただ、お客様に関しては、 それが体験として、えー、お客様が実際に入らないと、何ができるのか分からない、何に対してお金を払うのか分からないということなんで、最後の,あのエクスペリエンスデザイナーというものを TAT が主導して作っていくというのは、やはり、えー、その価値を目に見え、お客様が体験できるものにしていくということでは、すごいいいことなんじゃないかなと感じました。 で、次はですね、こういうような取り組みを皆さんされていて、えー、藤村さんが最後に日本の方にもそのようなものを体験していただきたいので、エクスペレンスデザイナーをというお話があったんですが、日本ですね、えー、2000万人市場ではあるわけなんですが、皆さんのデスネーションでも、その他東アジア、東南アジアのお客様の方が、海外旅行意欲が高い、かつ、まあ、 マーケットとしても大きくなってきているといったような現状があるかと思うんですが、皆さんのデスネーションでは、マーケティング対象市場としての日本は今どんなような位置づけなのか、そして日本の中で、えー、特に対象のセグメントとして、えー、皆さんの観光資源やプログラムを訴求していきたいというのはどういうところのなものなのか、それをちょっと教えていただいてもいいでしょうか。じゃあ、藤村さん、さっき太鼓だったから最初でいいですか。わか <laughs> かりましたじゃあ,あの私の方から えーとあのまあ、日本はです、ねえー、と2009年まではすごくあの勢いがあるあの国だったんですよね。でもそこからあの、まあ、タ,イもあのタイ国内の中でもいろんな政変、まあ、クーデターなんかがあったり自然災害があったりして、まあ、そこからこうです、ね、だんだんとその日本の地位がこうだんだんと下降気味にこうなってきている逆にあのやはり中国という国が出てきました。そして、まあ、今はインドという国も まあ中国よりもインドは人口が多いと言われてますし、まあ、最近では本当にあのお隣の韓国ですらあの日本よりもですねあの上になってしまいましたただやっぱりあのタイの人はですね日本との関係があるというあのビジネス上の関係もあればいろんなこう関係があるので日本の人は基本的に好きですとでもやっぱりそ,のそれをビジネスと見ていったあのところではやっぱりもうプレゼンスが 下ががってきててきいるの,があの現状としてありますなので、まあ、今後あの我々まだ3つオフィスこう東京大阪福岡なんですけどこの3つのオフィスがどのようになるかっていうところがですね今後の皆さんがじゃあ日本市場にどれだけ注目しているかっていうところをあの考えていただける1つのポイントかなというふうに思ってますね。はいはいあの ちょっと残念というかちょっとがっかりだから頑張らなきゃいけないというふうに思うわけですけれどもその日本の中でもじゃあ対 TAT としては今どの,あの年齢層も含めたセグメントに対して一番来てほしいというような様子でしょうか えとまあ、これはの本部としてはやっぱり一番若い方、まあ、将来のリピーターをどうやって作っていくかっていうところが、はい、まあ一つあるかなというところはありますねなので、まあ、今の Z 世代ミレニアム世代っていうのはわれわれの対象マーケットでもありますただ現在を見た段階では、えー、とシニア層っていうのもかなりあのマーケットシェアが大きいので、まあ、シニア層とそれからそのミレニアム世代 両方にこうアプローチしていくというところはあります。はい。あれ確かタイは日本からの方のリピーター比率が相当高かったですよね調査上は。はいあ。あの8割5分ですね。はい。8割5分リピーターですよね。はい、すごい。ということで次はえっと逆にいくとまあジェニーさん P だからまた真ん中になってしまうんですがフィリピンはマーケティング対象としての日本の位置づけそして対象セグメントはどんなふうな様子でしょうか。 はいえっと、フィリピンにとっても日本がとても大事なマーケットです。えっと、コロナ前までなんですけども、えっと、日本がえっと4番目に一番大きい市場としてあのフィリピンに来ています。で今コロナになってからも、えっと、昨年なんですが2022年約10万人の人があの6番目に一番大きいマーケットになっています。なので日本にとってもこれからもまあ日本市場に対して ちょっとアクティブなプロモーションをやっていきたいと思っています。で、シニア、あの、セグメントなんですけども、やっぱり今まではシ,シニアの方が、やっぱりまだ年齢的にちょっと上の人が多くフィリピンに来てるんですけども、これからもっとその若者を対象にして、あの、さまざまなあのマーケティングをやりたいなと考えています。で、あの、また、あ、イと同じように、フィリピンもリピーターが 結構あの多いあの国なので、その一番最初の一歩をどうやってやるのか、どうやって呼ぶのかというのが今課題になっています。はい、承知しました。フィリピンもリピーターが多い。やっぱりそうすると最初に若いうちに来てもらって、まあ人生百年ですから。 何回も何回もその後80年ぐらい行っていただきたいということになるのかと思います。では佐伯さん、マレーシアはどうでしょうか、はいえー、とそうですね、マレーシアもあの、まあ、コロナの前からずっと日本マーケットというのは常,常にこのトップ10の中にいるあの市場なので、えーまあこうまあ、今の時点でも。 日本マーケットというのはすごく重要というふうに見てくださっていて、あのーまあ、ただ正直、今の時点ですと、他のマーケットの戻りはすごく早いのに、日本だけ一つ取り残された状況というのになっているのを、まあ、現地の方もちょっと寂しく思っているのは事実です。で,でも、だからといってあの戻ってこないからということではなく、早く戻ってきてほしいというのがあの皆さんの本当の願いで、私、ちょうど昨日、マレーシアから帰ってきたんですけれども、現地からも。 あの早く日本人が来てほしいというのをすごく言われました。はいう意味でも、ね、重要なマーケットというのは引き続き思ってくださっているので、えーあのまあ、あのフィリピン、それから、えー、タイ同様にですね私たちもここで頑張らなきゃいけないなというふうに思っています。はいセグメントですよね えっと、セグメントに関しても、えっとまあ、今までマレーシアって、あのまあ、デスティネーションとしては、あのまあ、ファーストチョイスの国ではなかったっていうのが多かったと思うんですね。やっぱりリピーターが、あの旅に対するリピーター、あのマレーシアに対するではなくて、うんはいあのな、まあ、行き慣れた人が行くっていうデスティネーションに、まあ、カテゴライズされていることが多かったので、えっと、今までは中心がやっぱり30代後半からっていうことも多かったんですが、あのお2人同様あの、やっぱり。 これから若い方というのは、どんどんリピートしていただける、あの人たちなので、Z 世代の方々は、これから取り組んでいきたいところではあります。まあ、私たち、あの、まあ、重要マーケットと、まあ、若い方からシニアの方まで、あの、重要なところだというふうには思っています。はい、わかりました。あの、まあ、いろいろな状況で、日本市場の陰りはあるんだけれども、え、それぞれ3デスネーションの中では、重要市場という位置づけということは、本当に頑張ってですね。 特に皆さんが注目している若い方、どうやって行ってもらえるのかといったようなこと、まあ、今日参加してくださっているツアーオペレーターの皆さんや、アセアンセンターのプロジェクトといったようなものと、政府観光局の皆さんのプロモーションの連携が功を奏することを期待しております。で、次にですね、えー、3つのデスティネーションの皆さんからやっぱり若い方々を、えー、まあ最初、 に来てもそうすると今の段階で、まあ、コロナ前が中心になると思うんですが若い方にそれぞれ評判が良いデスネーションの中の体験だったり魅力だったり資源またはそういうのをうまく使ってどういうようなプロモーション を展開されてきたか、またはあのジェニーさん、これから積極的に若い方を取っていくプロモーションを考えてますというお話だったから、そういうような部分だったり、じゃあその若い方向けに、どういう、まあ、さっきソーシャルメディアみんな使ってますということがあったんですけれども、どういうツールや、まあ、あのいわゆる戦術を使っていくか、そのあたり、ちょっとお聞かせいただける範囲で結構なので、お聞かせいただけませんでしょうか。 やっぱりあの SNS ですよね。はい、ソーシャルメディアが一番若い人たちが使っているメディアとして、まあはい、SNS を使ったプロモーションを、まああのそうですねコロナになってからもすごいあの力を入れているところなんですけども、はい、例えばなんですが、えっ、ー、とコロナの時にそうですねこれをチャンスとして、じゃああのフィリピン料理とか。 ご紹介するようなそういうあのプロジェクトをし,したことがあります。はい、で、まあ、いつもファインドフィリピンスって言って、まあ、いつが食べるっていういつなんですけど、その時に、あの、たえー、と日本の、えっ、ー、と、そうですね、あの、俳優さんとか、 あの会社さんを使ってあのフィリピン料理の,あのプロモーションをやってきました。まあ、その時高杉真弘さんと板垣瑞月とかあとチャイさんとかに、まあ、フィリピン料理を、まあ、あのこう作ってもらってであのキャンペーンをやってきました。でこれからなんですけどもそのようなあのやり方でそのそうですねフィリピンに興味を持たせるようにその、まあ、影響力のある人 と一緒に協力してあのフィリピンの魅力をどん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 発信していくというのを考えていますあのそうですねフィリピンはそのカーボンププリの少ないカンピンを結構あのやっているんですけども、まあ、例えば現地の人たちとかのインフルエンサーを使って現地のどういう魅力があるのかというのもやってたりでまぁ、あ、日本の場合まああのそうですね新しい観光た人として白浜アラン前日 発表いたしましま <laughs> <laughs> で,すであのし、これからもその白浜アランと一緒にそのフィリピンの,あの魅力を発信していくというキャンペーンをやる予定で、実はもうこの3月からなんですけども、あのアラン白浜をえっとフィリピン観光大使主任あのキャンペーンをやります。はい、でその時にそのまに、フィリピンの観光者のインスタグラムとかに いいねを押していただいたら、あのまあ抽選でフィリピンどこが当たるというのを。これから展開していきます。なるほど、わかりました。で、もっと、あの、えっと、若い人たちにフィリピンを見てもらうような。はい、そういう活躍をさる。いろいろやっていきたいと思ってます。はい、わかりました。そうすると、まあ、今インスタという言葉が最後出てきましたけど。ソーシャルメディアを使って、はい、まあ、あとは人気タレントさんやインフルエンサーで、はい、フィリピン。の入り口をどんどん若い人向けに作っていって。 興味持っていただこうということかなと思うんですけど、そうすると、他にあの佐伯さんやあの藤村さん、インスタとかソーシャルメディア、YouTube も含めて、えー、タイやマレーシーはどんなようですかうちもあのやっぱり SNS、そのインスタやツイッターといったところというのは、やっぱりあのかなり力を入れて、えー、と発信をするようにしています。あのやっぱり若いい方のの情報収集源っていうのが まあ、SNS になってきているということであの彼らは彼らはというか我々もそうですけれども、まあ、最近はもうパソコンを見ないウェブサイトというよりもまあスマホの,の SNS で情報を取ってくることの方が多いあのというまあリサーチ結果とかもいくつか見させてもらったりして、えーとまあ、この辺りを重点的にあの、まあ、この辺りの SNS にその若い方が、えー 興味をを持ちそうううなコンテンテツといいのを投稿するようにはしていて、まあ、特にあのマレーシアに関して言うのであればあのまあ自然やビーチというのは昔からまあマレーシアを知っている方はよくまあイメージされるんですけれどもあのおそらく日本から一番近いヒスラム教の国になると思うんですがあの街中にはたくさんあのモスクがあるわけで、まあ、イスラム文化それからまあイスラム建築というものがあの身近に体験、まあ、見て取れるものがあるんですけれども あの投稿なんかを見ていると、やはりマスク、綺麗なマスクを見るのに、いいねの数が増えたりするっていうところもありますから、このあたりはキーワードになってくるのかなというふうに思っています、はいあのー、僕もちょっとだけ大学でお手伝いさせていただいているんですけどコースを、はいあのー、学生がです、ね、この間、まさにあのマレーシアに、まあ、女子旅ですよ、はい、行ってです、ね、モスク、またはールの高いビルで、夜景を背景にしたバーとか、 いろいろそういう、もうまさに佐伯さんがおっしゃってたような投稿をしていました。あ,ありがとうございます。あのやっぱりきれいなもの、まあ、夜景も福さんがおっしゃったみたいに、夜景ですとか、もスくってやっぱり映えもするので、あのもちろん文化と建築というその文化を見ることもできますけれども、その旅の最後のキーワードとなる映えっていうところも引っかかってくるのかなって思います。はいはい、あとあれですよね、きっとその今流行りの多様性という言葉も。 その映えに花を添えるみたいなことはありますよね、うん、きっとね。<laughs> あります。あの、まあ、我々も <laughs> セミナーでも10年以上で、ね、あの、マレーシアの良さは多様性というふうにしゃべっていたんですけれども、あまり皆さん、ピンとくるものがなかったんですが、若い方に、 関して言うのであればその多様性という言葉に割とあの引っかかりを感じている方は多くあ引っかかりっていい意味でですね、うん、あのこうキャッチをされてあのいろんなものが楽しめる国っていうあのイメージはポジティブにとっていただけてるのかなというふうに思っています多様性というのはすごくいい言葉のようですで、はいはい、ですよねはい そうすると、あのスマホよりもついラップトップを開けてしまう世代の僕ら、<laughs> 藤村さん、タイはいかがでしょうか。はい、タイはですね、まああの、タイを知ってもらうきっかけとして、SNS、まあ、SN S であの、まあ、ウェブサイトというのがあると思うんですね。で、我々われは Go デジタルというところで、まあ、あらゆるものをすべて使っていこうというところで、まあ、SNS もそのもちろん Twitter とか Facebook、あの インスタグラムも,もちろんありますで最近ではその映像というのもですね結構取り組んでて TikTok とかあとは YouTube ですからまあこれあの多分コロナの時期には皆さんの映像っていうのを結構見られたんじゃないかなというふうに思いますあとその中でまあ,あのその取り上げるピックアップするあの素材として台湾のソフトパワーっていうのを最近あの使ってますそれは何かと言いますとファッション ファイト、これはボクシングとタイムウェイタイとかですね。あ,はいはい、あとはフード、フィルム、フェスティバルというような、こういう 5F と言われているもの。あとはあのミュージックとかマスターとかミュージアムとか。あとはメタバースってまあこれからのデジタルのこうバーチャルの世界だと思うんですけど、そういったところもこう取り込みながらですね、あの今後 SNS を使いながら、彼らがその知るきっかけを 会話を作りたいなっていうふうに思っています。っていうのをあの取り組みを現在しています。で、そこと旅行会社さんをどういうふうにつながっていくかっていうところがですね、我々のこう今考えているところかなというふうに思います。わかりました。あの今藤間さんがまあ、旅行会社さんとの連携という部分を最後におっしゃっていただいて、もちろん個人のお客様もたくさん増えてきているし、まあ、行かれる方も多いと思うんですけど、やっぱり旅行会社さんの 役割っていうものが、もしかしたら今、このコロナにおいて、その後、もっと重要になってきてるのかな、あの、さっきの調査の中でも、このツアー、またはこのプランじゃないと体験できないといったようなものであればあの、お金を払ってでも参加したいというコメントもあったりしましたけども、あの、今、あの皆さんからお伺いした、ソーシャルメディアを中心とした、まあ、プロモーション等で、旅行会社さんと一緒にやってうまくいったとか、 そういうようなものがあったらあのちょっとだけ教えていただいてもいいですかそうですねあの、タイの場合は旅行会社さんというよりはどちらかというと、あのまあえー、とそういう旅をプロデュースする旅っぽさんとかですね、うんあの、そういったオーガナイザーの方がいらっしゃったりとか、うん、あとはどちらかというと、もう皆さん、あの実はあの旅行会社さんって旅中をどうやって。 あの作っていくかということをより考えていかないと、多分、はい、あの今、今後はその OTA さんもあのいるかと思うんですね。で、OTA の中で飛行機も取れます、部屋も取れますで、最近はもうアクティビティも選べますというふうになってきているので、そういったそのダイナミックパッケージの中で、 旅行会社さんがどうやって立ち打ちしていくかというと、もうちょっとこう、やっぱクリエイティブにアイデアを出していただくっていうことが、今後は必要じゃないかなと思ってます。うん、なので、もちろんそのインスタグラム、SNS、ウェブサイト、すべてのものから、やはり勉強をもっとしていただくっていうことがですね、病状 <laughs> なんじゃないかなっていうのが、これあ私、正直かんあの、自分もそうですねあの、自分もやっぱり我々の世代って、Z 世代がどう考えてるかっていうのは分からないんだと思うんで、ねはいます、ね。 あのたまに私も大学とかでこうせあの学生さんと交わる機会があるんですけどやっぱり彼らはその家族が行ったとかあの知り合いが行ったっていうことをまず聞いてそこからそのプラスアルファで我々のサイトを見たり SNS を見たりとかして情報を取ってきてるっていうところがあるので、まあ、本当にどこがこのきっかけになってるかっていうところをです、ね、今本当にそれをこう探しながらそれをもっと広げていければ。 いいかなと思ってそうするとまああのやっぱり若い方たちってまあ若いっていうのはあの生きてる年数が短い時間が短いのでそれだけ体験している経験している量があのそれより長く生きている人よりは少ないわけでで今、まあ、スマホ等の中で興味あることだけはどんどん深掘りできるんだけれどもそうじゃないことに対してはなかなか他から入ってくる まあ、メディアや媒体との接点も少なくなってきてるといったような時にですね。まあ、あのー、今回の調査の一つの対象である、まあ、サステナブルとか持続的な取り組みっていったような部分に関しても、まあ、調査の中でも初めて聞いたっていうような方も多かったわけですよね、特にツーリズムに関しては。あの、そういうようなことに関して、もちろん日本の今皆さんが活動している対象マーケットも、 そこの部分は大切なんですけれども、そういう方向性で、それぞれの国が今進んでいるということを、それぞれの国の中で、まあ、国民、市民の方に対して、観光の立場から案内、または理解をしてもらうということも必要かなというふうには思うんですが、そのような部分で国内で、 えー、サステナブルな部分の取り組み、まあ、さっきジェニーさんはボラかいモデルを他の島もこう入れていくようになったというようなお話もされてたんですけれども、そんなようなところは、あのー、マレーシアタイはいかがですかタイからいきましょうかね、うちはですね、まあ、例えばゼロウェイスト、セブンウェイストラベルというような形であの呼びかけをこうしてます。例えば移動手段を もっとあのこう、なんていうんですか、脱炭素じゃないですけど、カーボンニュートラルじゃないですけど、そういったところを考えて移動手段を選びましょうとか、えー、目的地に行ったら、ある程度歩いたりとか、サイクリングでこう移動しませんかとかですね、あとはおお、うん、水を自分で持っていきませんか、ですから、マイボトルを持って旅をしないでしょうかっていうようなところとか。 あとはまあ地産地消、先ほど出てましたけども、食も旬のものを食べたりとか、その地域のですね、あとはそこであの作られているものをもっと食べていこうじゃないかとかあ、あとはもう環境に配慮して、とにかく宿泊を選ぼうとか、環境を考えている、例えば最近では、あの えっと、カーボンニュートラルをこう前,前面に出されているところが結構多くなってきたんじゃないかなと思うんですけど、そういうその、えっと、ツアーオペレーターさん、もしくは旅行会社さんを選ぶようにということはあの、これは英語とタイ語、両方でわれわれはあのプロ、まあ、啓蒙というかです、ね、うん、そういった形でこうあの打ち出したりとかはしていますね。ああ、はい、ありがとううございますすすマレーシアはどんな具合ですかそうでかそね、あのーんあのー こういろんなもので、まあ、あのオーバーツーリズムという部分ということを考えると実際、そのピピ島ですとかボラカイ島ほどまだそういう部分はないのですけれども深刻な部分っていうのをあまり見ることはないんですけれどもあの例えばさっきの話でもモスクですとか、まあ、それからマレーシアでいうとオランウータンが見れるっていうふうに、うん、ああの皆さん思っていてであのオランウータンに触れるとか。 っていう思っている方がいるんですが、あのマレーシアに関しては、あのずっと昔からあの自然保護、あの絶滅危惧種なので、このオランウータンを保護区に行っても触ることは一切できないっていう、でなおかつ今は、その自然保護、まあ、この絶滅危惧種に対しての、あのどういうふうにあのまあ森に返してあげるのかっていう、ボランティアプログラムというのをあのしっかりとですね見に行って、餌、まあ、付けの時間に見るだけではなくて、 自分あの実際はそのボランティアでも触ることはできないんですけれどもその森に返すために、えー、あのリハビリをする段階のオランウータンの近くでその檻,のせあの檻の掃除だとかゴミあの餌の準備だとかっていうことをしてあの、まあ、そのプログラムに対して、まあ、オランウータンの保護活動に対してもう昔よりは観光 で見るだけでなく、もう一歩踏み込んだようなプログラムというのを推進していたりですとか、うん、あとモスクに関しても、まあ、今までの観光っていう部分ですと、はい、見ました、で、行きましたっていうガイドが見せて、あのここがお祈りの場所ですだけで終わっちゃうんですけれども、最近あの、モスク自体でもあのボランティアガイドというのをあの、まあ、用意しているモスクがあって、でまあ、英語になってしまうことがほとんどなんですけれども、 そのモスクがどういう役割をしているのか、そしてお祈りだけでなく、その一連の流れ、そしてイスラム教というのはどうなのかっていうのを全体的に、包、ま、括、あ、的にというんですかね、あの単にきれいな建物っていうだけでなく、モスクの役割だとかというのをしっかり案内するプログラムというのを持っていることがあって、まあ、こういうところもですね、まあ、サステナブルという部分で。あの すべ、まあ、ての人を受け入れるっていう意味で、まあ、プログラムになってるんじゃないかなというふうに思います。あと、まあまあ、やっぱり政府としてあの、まあ、プラスチックゼロとかそういう部分の取り組みはやはり出てきているのであの、まあ、個人に委ねるというよりも,、まあ、もう本当にエコエスーパーのレジ袋はあの有料ですとかそういうようなことは<ー>、まあ、ずっとやっていますね。はい、ありがとうございます、えー、とジェニーさん ポラライモデルのお話はいただいたんですけどあとはフィリピンはツーリズムディケードって言ってもうあのいわゆる地域の方みんなインクルーシブでその中でツーリズムでどうやってコミュニティの生活を良くしていくかお客様にその生活の中の魅力を伝えていくかみたいな取り組みを政府を挙げてされてましたですよね。そのあたりりはやっぱり 効果としては今コミュニティの中が中心となった観光みたいなものは見えてきているんでしょうかはい、それはいろいろありますまあ例えばなんですけども最近あのそうですねこの前フィリピンに帰った時なんですがやっぱりレストランの中とかでも特に若い人たちがやってるようなところだとそういうあの無駄の材料が無駄のないようなその取り組みをやってたり、うん、またはその 実はフィリピンの中でもフィリピン自身がもう忘れかけているそのような文化というものをこの若い人たちがもう一回世界にあの出していこうというような取り組みをやっています。すみません。実はあのこの前フィリピンに帰った時なんですけど世界で最も珍しいシオがフィリピンにあるっていうのがあるっていうのがわかったんですね。なで結構面白いんですけど、<塩>こシオ様なんですよ。はい、あはあ これを作るのに、あの今、一つの家族しか作ってなくて、で、作るのに3か月以上かかるんですよ。これを作るのに。しかも、すごいあの限られている数しかない。そういうような、もうあの忘れ、みんなフィリピン自身も忘れかけているような、そういうもの自体が最近、若い人たちとかさまざまな取り組みをやってます。または、その実はあの、フィリピンはアジアの中で、 あのカカオを最も早く栽培した国なんですよ。はい、あのフィリピンはあのスペインの植民地だったので、あのメキシコとマニラをこうつながる貿易船があったんですけど、その時に、まあ、フィリピンにカカオがやってきまして、その時に生えてきたそのカカオの種類をもう一回外にあの紹介しようという、そういう取り組みをやっているようなあの人たちもいます。 なので、あの実は、まあ、あのフィリピンの課題の一つが、そのフィリピンのイメージをよくするとか作、日本の中でフィリピンのイメージを作り出すというのがすごく課題になっているんですが、まあ、SNS だけではなくて、旅、ま、行、あ、会社とともに、この情報パートナーとして、そのフィリピンのさまざまな魅力を発信していくというのが、あのやっていきたいものの一つだなと考えています、はい、承知しました。 まああのこの一つ前のお話の時にあに、藤村さんが旅中の部分をどん日本でももっと出していく、またそれを扱ってもらう必要が出てきている、今のお話の中でも、やっぱりまあそれが旅前の情報としていけないかもしれないけれども、やっぱり現地に行って、そこで今、 その地域の方が取り組んでいる、逆にいわゆる温故地震みたいな形で、ですねその土地土地の良さがまた出てきている、これをまあ旅行で来る方にも、まあ、事前にしてもらえないと、旅の中の体験でも選んでもらえないし、というような部分、情報が少ないというアンケート結果がありましたけど、まさにそういうような部分は、今後も政府観光局と旅行会社さんや旅行業界の連携の中で、どんどん出していってほしいことですよね。はい だだんだん時間が少なくなくってきました、えー、もしかして盛り上がっているのは僕らだけかもしれないわけなんですけれども <laughs> あの今回の調査の対象っていうのは、えー、若者、まあ、Z 世代からミレニアル世代にとってただその中でですね事前のアンケートでもやはりあの今なかなか海外旅行に、まあ、社会状況として出づらかったという時期もあったわけですけど、えー、いろいろなあ形で えーまあ、円安もあったり、えー、なかなかその動機づけが見えない若い方たちに、海外旅行の,そのまあ必要性というか、えー、意味みたいなもの、皆さんそれぞれの立場で、えー、各デスネーションの中で長い間旅行に関わっていらっしゃる、特に ASEAN への海外旅行が、 提供できるその価値みたいな部分というのはあのぜひ今日共有していただきたいなと思うんですけれども、えー、アルファベットの順でいくとマレーシアが先になるんですが、はい、佐伯さんからよろしいでしょうか。あ分かりましたはい。えっ、ー、とまあねいろんな、まあ、まあ問題だとか環境というか今まではあったので出にくかった部分はあるんですがやっぱり若い方にはぜひ海外に出てもらいたいですね。あの 特に今ってそのさっきからおっしゃってるように、まあ、スマホでいろんな情報が取れますでもさっき福川さんがおっしゃったみたいにその自分に興味があるものしかもう出てこないんですよねあの情報というのがであのそれ以外のものをシャットダウンしている部分も多いと思いますしあの座談会のアンケート結果でもマレーシア,マレーシアじゃないごめんなさい ASEAN の国 っていうところがあの怖いとかちょっと汚いとかそういうイメージが多いということだったんですがだからこそあの皆さんには1回出ていただいてその周りからもらったそれからこのスマホで見た情報だけでなくリアルなものをやっぱり感じてもらいたいなというのをすごく思います。えー、あのマレーシアってあの、まあウェーワー そして下はシンガポールに挟まれていて、で今までずっと,あのちょっと真ん中の国でよくわからない国というふうに、あのそれは若者だけじゃなくあの思われていたんですが、ファムなんかで皆さんをあのクアラルンプールにお連れしたときにも、ツインタワーを中心としたクアラルンプールの街がえ東京に、まあ、引きを取らない大都会ということに皆さんがすごく驚かれているで、それってやっぱりある意味のギャップですよね。そそそししててここで感じることそして あの理解できるということはすごく発見することは多いと思うのでこれがやっぱりと、まあ、年齢が年になればなるほどやっぱりそのチャンスが短くなってくるわけなので早い時にそういうものをあののチャンスを掴んで見ていただくとそのご自身の世界も広がると思うのでそれはやっぱりあの値段とかの問題はあるとは思うけれどもあのぜひ見に行ってもらいたいと思っています。 まあこれだけあの10カ国学んであ,の、まあ、あるわけなんですけれどもあの今言ったように上はタイ下はシンガポールといったように陸路でつながってきますし一つの,まああの国、まあ、たくさんの国があ,のつあ,のあるわけですけれども一つ一つ全然違う魅力があって都市によっても違いますからあのこの,日本,の,の、まあ、日本も大きい日本もお大きい あの、意気で言えば、アジアのメンバーなわけですから、このメンバーの国である。そのアジアを知るっていうのは、すごく大切なことかなというふうに思いますから。え、ぜひですね、その意味でも、あの、まあ、アセアンの国々へ。そして、あの、一か国でな、でなく、まあ、まあ、いろんなアセアンの国に行ってもらいたいなというふうに思います。はい、ありがとうございます。じゃ、あジェニーさんから一言お願いします。はい。そうですね。その。 今の世の中がもうグローバルとか進んでいてもうほとんどボールデーレスと言ってもいいようなもうあの一つの国かただ一つの国としてやっていくそのような世界の中ではなくなっています。なのであの大事なのはその自分の国のことを知るのも大事なんですけどもその隣の国々とかそのさまざまな文化とかに触れることによってあのそうですねこれからの世界に その使用を広げることによって、これからの先で生きていくために必要不可欠なものだと私が思っています。なので、もっとま英語なりさまざまな文化とかにあの若い人たちに触れてもらいたいです。あのフィリピンは英語学習も熱心に、マレーシアも留学とかされてますけど、あの実際にやっぱりね行かれてる方があの四十代とかでもビジネス上必要になったし、今リモートだから行けるとか。 いうことで、やっぱりそういう意味では動機づけの部分。しかもボーダーレスでえー、まあ、仕事もしやすくなったというのもあるかと思いますけど、そんなようなことも背景かなと思います。では、一番人生経験がこの中では長いと思われる。藤間さん、よろしくお願いします。色々あのありがとうございます。お母さん。<laughs> あの、私もやっぱりもう皆さんと同じで、特にあのやっぱり体験をするということがまず、それはもう本当に自分自身にこう関わってくる。 でそれが本当に自分の今後の人生にもこう大きく影響してくるんじゃないかなっていうのがまず思います。なので、まあ、そこで本当に目をこうバンと開いてもらって、もっとジュニさんがおっしゃったように、他を見る、違いを見るっていうところを、まずはやってほしいなっていう思います。で、そのやってもらうために、やはり旅行会社の皆さんが、そういう若い方の背中を押すあの一つの役割として、 あの働いて欲しいいててしなっていうのもありますやっぱり体験をすることによって今後そしてまたあのその先ほどのボーダレスじゃないんですけどもう今あの社会って本当に全部がこうワールドイングリッシュじゃないんですけどね英語だけ英語っていう考えはあるんですけどもういろんな国の英語があるわけなのでそういうやっぱりところも知るそしてまあそこからこう競争力っていうのも今後はすごく必要になってくるんじゃないかなと思うんですね。 なのでそういうところと共存をしながら、競争をしながらこう島国ですけど日本もこう変わっていかないと多分あの本当にあの化石の島になってしまうんじゃないかなということを私は本当に危惧しています。なのであのもっとあの旅行会社の皆さんにはそういう背中を押すという役割をですねやってほしいなというのはまああの本当に思うところでございます。はいいありがとうございますあのお三方の 長い海外旅行の世界に身を置かれたあお言葉を聞きながら思ったんですけどやっぱりその外に出てみるとかあの共存していくとか異文化自分のものにしていくとかいわゆる英語という何て言うんでしょうコミュニティーラングエージというかあの発音がいいとかいう話じゃなくてやっぱりそれで。 いわゆる話ができる度胸をつけるみたいなものもあると思うんですけどまあ今のグローバルまたはボーダレスという言葉もあった中ではあのサステナブルやレスポンシブルというまあ調査になっているのでそことつなげるとやっぱりそういう外へ出ていく行為という、まあ、イコール旅をする個人個人がやっぱり自分の行動に責任をまあ持って きちんと動けるような自覚を持っていくそしてそういう行動を、えー、旅に出た先で地元の方たちとも取っていくというようなこと、えー、それが必要なのかなでそれをやっぱやっていくことによって自分自身の何て言うんでしょうかあの旅の中での持続性だったり地域に行った時に自分があの責任を持った形で、えー、関与したことまあ貢献であろうが体験であろうが が地域のもしかするとその田舎の大家族のホームステイに行ってそこで何かきっかけがあった自分では気づいてない何かきっかけを現地の方に与えているかもしれないみたいな部分を考えていくとそのレスポンシブルという責任の部分と持続性の部分を自分がきちんと理解していくとあの今日の話題にもあったようにより自分の選択肢が増えるんだよっていうようなことがあの一番の皆さんのメッセージ の中でただそれを選択するのは個人なのでえそこに行くまで皆さんが気づくという部分の機会というのは周りの大人だったり、えー、メディアだったりまたは旅行会社さんが背中を押すといったようなことが若い人たちにとっては必要なのかなというふうに感じました。え時間がちょっと過ぎてししままいましたけれども、えー、対談あの マレーシア佐伯さん、それからフィリピンのジェニーさん、そしてタイの藤村さん、本当にお忙しい中、お時間を割いていただき、どうもありがとうございます。それではあの対談の部はこちらで終了とさせていただきます。どうもありがとうございました。ありがとうございましたあ。ありがとうございました。話は尽ききなないいよよううでですすけけれれどもままたここのような機会を設けるととができればと思います 本日のウェビナーの録画は後日、日本 ASEAN アセ,アンセンターの YouTube チャンネルで公開しますのでどうぞそちらもご覧ください。ここでちょっとスライドを共有していただきたいんですけれども、はい、ありがとうございます。さて、日本 ASEAN アセ,アンセンターでは観光に特化したウェブサイトやインスタグラムで情報を発信していまます。すご覧くだだささい。いこのの Zoom を退出いただきますと、アンンケートへのリンクが表示されます。 どうぞご協力をお願いいたします。それでは登壇者の皆様、深川様、本当に今日はありがとうございました。そして視聴者の皆様、最後までご覧いただき、ありがとうございました。